動画制作が上達するためにどのようなことをしていますか？この動画では動画制作が上達するためのヒントについてお話しします。どうも皆さんこんにちは、映像クリエイターの石田祐一です。もし初めての方がいましたら、このチャンネルでは映像に関することを発信しておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。で、今回の動画では動画制作が上達するためのヒントについてお話ししていこうと思います。皆さんはどうやって映像制作学ばれていますかね？やっぱり今だと YouTube で学ばれている方が多いという感じですかね。最近の YouTube では有益な情報も多いし、特に技術的な要素、例えばカメラの使い方やソフトの使い方についてはとても役に立つと思います。ぜひこの僕のチャンネルも活用していただければと思います。で、ただいい動画を作っていくだけにはそれだけでは足りないと思うので、今日はその他の点についてお話をしていこうかと思います。まず1点目が、質のいい動画を見ましょう。動画制作が上手になるには、まず質の良い動画をたくさん見ることをお勧めします。映画は動画の最高峰に位置するので、ものすごく勉強になりますし、あとは Vimeo というサイトを個人的にお勧めします。で、 YouTube は技術的なことはすごく勉強になると思いますが、センスを磨くというところについては気をつけた方がいいかなと思います。良い映像と同じくらい質の悪い映像もあるので、ちょっとそれは見すぎない方がいいかなっていうふうに思いますね。で、それに対し Vimeo っていうのは投稿できるのが自分が制作者として関わった作品のみしかアップロードすることができないので、ある程度品質を保つような仕組みになっています。で、またいろんなカテゴリーの動画があるので、例えばアニメ、ドキュメンタリー、旅行、スポーツ、ミュージックビデオなど様々な分野があるので、ご自身の興味に合わせてご視聴されるといいかと思います。で、また Vimeo はスタッフピックっていうのがあり、その月の素晴らしい映像を Vimeo の中の人が選出して、で、その映像っていうのは基本的に質がすごく高いですね。で、なので手始めにいい映像を探すには、その月のまたはその年のスタッフピックを見てみるのをお勧めします。しかし Vimeo の中でも面白くない映像っていうのはたくさんあるので、だいたい30秒から1分ぐらい見て面白くなければ、どん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 飛ばして次の映像を探しましょう。で、好きな映像が見つかれば、その制作者の他の映像も全て見てみるかといいと思います。で、さらにその制作者がフォローしている他のアーティストをチェックしてみれば、ある程度良いアーティストっていうのが見つかりますね。そして自分の好きな映像が見つかれば、どういう点が気に入ったのか徹底的に分析するといいかと思います。で、分析する要素として、で、ストーリー、カラーグレーディング、サウンドデザイン、まあ、役者の演技、ライティング、カメラワークなど、まあ、どの要素が優れて自分が気に入っているかっていうのを研究するといいと思いますね。で、これに関しては、まあ、シネマティックな映像を構成する要素ということで1本動画を上げているので、で、そちらを見ていただければ、どんな点に着目すればよいかっていうのを理解できるかと思います。そして何度も好きな映像を見て、頭の中でそのイメージをコピーしていきます。で、そうすることによって自分が作りたい映像や目指したい方向っていうのが明確に見えてきます。で、作り方を分析できるのがいい映像を作る第一歩だと僕は思います。で、2点目ですけど、たくさん撮影しましょう。で、動画をたくさん見たら、次はたくさん撮影をしに行きましょう。良いカメラを使うっていうのももちろん大切なんですけども、とにかくいろんなカメラワークを練習しましょう。で、どのレンズでどのようなカメラワークをするとどういった映像が撮れるかというデータベースを自分の中に蓄積することができます。で、そうすることによって、で、状況によってショットっていうのを使い分けていくことが可能になります。で、また外に出て、で、即興で、で、ストリートフォトみたいな感じで動画を撮っていく練習をすると、まあ、どういった場所に着目すれば面白い絵が撮れるかっていう、そういう目を養う訓練にもなっていきますね。また頭の中で想像しているショットと実際に撮ってみるとなかなかうまくいかないことが多いので、そういう場合にはなぜうまくいかないかっていうのを考え続けることによって上達していくかと思います。で、僕もそうですが、映像好きな方はやはり撮影するのが好きだと思うんですよね。なのでなるべく撮影する時間っていうのを多く確保することをお勧めします。
3つ目がたくさん編集をしていきましょう。動画が写真と大きく違うところはたくさんあるカットを合わせて一つのストーリーを作るということです。なので動画を撮影しただけだと、例えばスーパーで食材を買ったまま何もしないで冷蔵庫に置いているようなもんです。なので最後までちゃんと料理をして味付けをしていきましょう。でカメラワークや撮影もものすごく大切ですけど、編集の仕方によってまるで同じ映像なのにもう全く違うような映像っていうのが最終的に出来上がります。で編集っていうのはすごく時間がかかるんですけども、なるべく時間を確保されればいいかと思います。個人的なおすすめとしては1分くらいの短い映像をたくさん編集していくのをおすすめします。1分くらいの編集だとそこまでヘビーな編集ではないので、ちょっと数時間撮影に行って、でそれを簡単に1分でまとめるという練習をしていくと、まあ、撮影から編集までのサイクルを何度も回していけるの でそういった意味で上達の近道かなと思います。まあ、僕が個人的に思うのは、なんかお寿司屋さんみたいな編集を目指していて、というのはなんか最高の食材を手に入れて、でそれを最高に活かせる形で提供する、編集して視聴者の方に見せていくっていうのを僕は個人的に目指したいというふうに思ってますね。で最後4つ目なんですけども、人のために動画を作ってあげましょう。で個人的におすすめなのが、誰かのために動画を作ってあげるということです。でそれは友達や家族の日常の様子でもいいし、で知り合いのレストランや例えばヨガ教室や習い事などの動画を作ってあげるっていうのはものすごく実践的な練習になります。で人に作ってあげるということで自分の中のプロ意識っていうのが生まれて、誰かに見られているという緊張感が細かいとこまで気を配って頑張れるようになります。で僕も最初に動画を作り始めた時には、友達が動画できる人を探していたの でそれなら僕できますよっていうふうに言って手伝ってあげました。まあ、実際はその時初めて動画を作ったんですけどね。まあそうやって誰かのために動画を作ってあげるとものすごく感謝をされるし、自分もとってもハッピーになります。でそして自分の中のポートフォリオが増えていくの でその動画を見て、で自分に作ってほしいっていう人が増えるの でそこから仕事にもつながっていきますね。で最後にお伝えしたいことが、たくさんのインプットっていうのも大切なんですけども、それ以上にアウトプットもたくさんしていきましょう。で自分が外に出して誰かのために作ってあげたものが最終的には自分の財産になってきます。でまた何か物事を習得するには最低5000時間から1万時間くらい時間が必要だというふうに言われています。で特に映像で食べていきたいような人だったら、とにかく練習量を増やすことをお勧めします。でこれはスポーツや語学と同じように、日々の鍛錬によりアウトプットの質が変わってくるかと思います。まあ、皆さんもちろんお忙しいとは思いますが、まあ、日々の中でシューティングや、まあ、編集の時間または研究する時間っていうのを増やしていけば、確実にアウトプットの質が変わってくるかと思います。まあ、僕ももちろんまだまだ未熟で勉強中なので、まあ、皆さんと一緒にこれからも楽しみながら学んでいければと思います。もし本日の動画がお役に立てれば、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネルでは主にカメラや映像についてのヒントを発信しております。でまた質問や何か疑問点があれば、ぜひ下のコメント欄にお気軽に書き込んでいただければと思います。それではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。それではバイバーイ。